本項目では各国における第二次世界大戦の終結を記念する日について解説する。伝統的な戦時国際法において休戦協定の合意は口頭による同意によればよく文書の施行を要件としない。このため休戦が協定された日と休戦協定が外交文書として固定された日は異なり、実際に各地戦線で休戦が合意された日もまた異なる。 対日戦勝記念日とされる場合、通常は大日本帝国政府が公式にポツダム宣言自学による幸福文書に調印した1945年9月2日を指すことが多い。なお、同じく当時連合国側であった中華民国やソビエト連邦、その継承国家であるロシア連邦の対日戦勝記念日はその翌日の9月3日である。 詳細は日本の終戦の日を参照一般に日本では8月15日が終戦の日とされている。イギリス、アメリカ合衆国、フランス、ロシア、カナダでは9月2日を対日戦勝記念日と呼んでいる。当時のアメリカ合衆国大統領トルーマンは幸福文書に調印した9月2日を VJA として宣言した。この日は 東京湾上のアメリカ戦艦ミズーリにおいて日本側を代表して、茂光葵外相、梅津義次郎参謀総長、連合国を代表して連合国最高司令官のマッカーサー元帥が署名した。現存しない国、編集戦後に成立した国、編集終戦記念日に行われる日本政府主催の全国戦没者、追悼式日本政府は8月15日を 戦没者を追悼し、平和を記念する日とし、全国戦没者追悼式を主催している。一般にも同日は終戦記念日や終戦の日と称され、政治団体、非営利団体等による平和集会が開かれる。日本において第二次世界大戦が終結したとされる日については諸説あり、主なものは以下の通りである。1945年8月15日、 正午からラジオで放送された玉音放送により、前日に決まったポツダム宣言受諾及び日本の降伏が国民に公表された日、帝国政府が軍に武装放棄と連合軍への投降命令を発し、連合国もそれを受け戦闘を止めた。1945年9月2日、日本政府がポツダム宣言の履行等を定めた。 幸福文書に調印した日1952年4月28日、日本国との平和条約の発行により、国際法上、連合国各国と日本の戦争状態が終結した日4月28日については、サンフランシスコ平和条約が発行して、日本が完全な独立を回復した日であることから、主権回復の日やサンフランシスコ条約発行記念日とも呼ばれている。 連合国軍の占領下にあった1952年4月27日までの新聞史上では9月2日を降伏の日や降伏記念日や敗戦記念日と呼んでいた。1945年7月26日、映画前の参加国はポツダム宣言を発し、日本軍の無条件降伏を要求した。日本政府は日ソ中立条約があるソ連に、 和平講和の仲介を託していたが、8月6日に、広島市に、原子爆弾が投下され、8月8日未明に、ソ連対日宣戦布告、8月9日に、広島市に続き、長崎市にも、消火口で進軍を続ける、ソ連軍午前会議終戦の証書の国務、大臣署名欄小田原空襲後の市街地8月9日午後11時50分から、 行われた、午前会議での議論は、東郷持長外相、与内三政外相、平沼喜一郎枢密院議長は、天皇の地位の保障のみを条件とする、ポツダム宣言受託を主張。それに対し、阿南コレカ陸省、梅津吉次郎陸軍参謀総長、豊田添江海軍令部総長は、受託には多数の条件を付けるべきで、条件が拒否されたら本土決戦をするべきだと、 受諾反対を主張した。しかし唯一の同盟国のドイツの政府は無条件降伏し、イギリスとアメリカ、オーストラリアやカナダなどの連合軍は本土に迫っており、さらに唯一の頼みの綱であった元中立国のソ連も先日の海戦により日本領土へ迫っており、北海道上陸さえ時間の問題であった。ここで鈴木首相が昭和天皇に発言を促し、 天皇自身が和平を望んでいることを直接口にしたことにより午前会議での議論は降伏へと収束し10日の午前3時から行われた閣議で承認された。日本政府はポツダム宣言受諾により全日本軍が降伏を決定する事実を10日の午前8時に海外向けのラジオの国営放送を通じ日本語と英語で3回にわたり世界へ放送し また同盟通信社からモールス通信で交戦国に直接通知が行われた。また中立国の加瀬俊一スイス講師と岡本末政スウェーデン講師より11日に両国外務大臣に手渡され、両国より連合国に渡された。しかしその後も日本政府と軍内部、特に鈴木首相や東郷外相らと阿南陸将ら、陸海軍の上層部内で一件が紛糾し、 午前会議での決定を知らされた陸軍省では天皇の元の会議で決定されたにもかかわらず徹底抗戦を主張していた多数の将校から激しい反発が巻き起こった。10日午前11時からソ連大使館側の要請によって貴族院貴品室において東合外相とヤコフマリク中日ソ連大使の会談が行われた。その中でマリク大使より正式に 対日戦線布告の通知が行われたのに対し、統合外相は日本側はソ連側からの特殊派遣の回答を待っており、ポツダム宣言の受諾の可否もその回答を参考にして決められるはずなのに、その回答もせずに何をもって日本が宣言を拒否したとして突然戦争状態に入ったとしているのか、とソ連側を強く批判した。また10日夜には、 ソ連軍による南カラフト及び千島列島への進攻も開始された。なおポツダム宣言は日本政府により正式に受諾されたものの、この時点では日本軍や一般市民に対してもそのことは伏せられており、さらに停戦も全軍に対して行われておらず、それは連合国にとっても同様であった。つまり10日の午前8時の日本政府のポツダム宣言受諾より極音放送。 つまり、日本軍戦闘停止の命令が下る15日正午までの5日間の、日本陸海軍のための敗戦調整期間になくなった、両軍の戦闘員と民間人は、無駄死と言われることがある。12日午前0時過ぎに連合国は、アメリカのジェームズ・カイ・バーンズ国務長官による返答、いわゆる、バーンズ回答を行った。その回答を一部は訳すると、降伏の時より、天皇及び、 日本国政府の国家統治の権限は幸福条項の実施のためその必要と任務る処置を取る連合軍最高司令官にサブジェクト通するというものであった。外務省はサブジェクト通を制限のもとに置かれるなという夢の翻訳解釈をしたが参謀本部はこれを冷蔵すると曲解してアナンディック省に伝えたため軍部強硬派が国体語辞について最小解を主張し、 鈴木首相もこれに同調した。13日午前9時から行われた軍と政府の最高戦争指導会議では、バーンズ回答をめぐり再の議論が紛糾した上、この日の閣議は2回行われ、2回目には宣言の即時、受諾が優勢となった。しかし1日以上経っても、バーンズ回答に対して、日本政府側からの回答がなかったため、 アメリカ軍と政府では日本の回答が遅いという意見が起きており、13日の夕刻には日本政府の決定をいぶかしむアメリカ軍が東京に早期の申し入れとバーンズ回答を記したビラを散布している。さらに日本政府はポツダム宣言受託の意思を日本国民及び前線に伝えなかったために日本政府の態度を回帰的に見たイギリス軍やアメリカ軍との戦闘や 爆撃は継続され、千葉や小田原、熊谷や土崎などへの空襲が継続された。日本のポツダム宣言受託を発表するトリューマン大統領玉音放送を聞く日本国民14日午前11時より行われた再度の午前会議では、まだアラン陸将や梅津陸軍参謀総長らが戦争継続を主張したが、昭和天皇が私自身はいかになろうと、 国民の生命を助けたいと思う。私が国民に呼びかけることが良ければ、いつでもマイクの前に立つ。内閣は支急に終戦に関する証書を用意してほしい、訴えたことで、鈴木首相は支急証所直案法師の胸を拝唱し、14日の夕方には閣僚による終戦の章直への署名、深夜には昭和天皇による玉音放送が録音された。また夕方には、 カセスイス講師を通じて、宣言受諾に関する証書を発布した旨、また受諾に伴い各種の用意がある旨が、連合国側に伝えられた。阿南陸将は、午前会議の直後に、伊田正隆中サラ陸軍のクーデター首謀者と会い、ご清断は下ったのである。今はそれに従うばかりである。不服のものは、自分のバ根を越えていけと説いた。しかし日未明には、 政断をも無視する、椎崎次郎中佐や井田正隆中佐などの強心的な陸軍軍人らにより、玉音放送の録音音源の強奪と、クーデター未遂事件が公共部隊に発生、森久子の絵師団長が殺害されたが、15日朝に鎮圧されるなど、ポツダム宣言受諾をしたにもかかわらず陸軍内で争いが起きていた。また、午前6時過ぎに、 クーデターの発生を伝えられた昭和天皇は自らが兵の前に出向いて悟そうと述べている。翌8月15日正午の昭和天皇による玉音放送をもって改めてポツダム宣言受諾を全国民と全軍に表明し、戦闘行為は停止された。なお、昭和天皇がラジオで国民に向けて話すのは初めてのことであった。また、 早稲田大学教授の有馬哲夫は NHK をはじめとする一部マスコミが主張する日本が無条件降伏したというのは間違いで日本はドイツのような軍と政府を含む無条件降伏ではなく政府がポツダム宣言での英米中イケルの連合国側の諸条件を受諾した上での降伏であったと指摘している公式な第二次世界大戦の最後の戦死者は 8月15日の午前10時過ぎに、イギリス海軍空母、インディファティガブルから、化学製品工場を爆撃すべく、千葉県調整軍に飛来した、グラマン TBF アベンジャーら日本軍に撃墜され、乗組員3名が死亡したものだった。なお、同作戦で、スーパーマリンシーファイアが零式艦上戦闘機との戦闘で撃墜され、 フレッド・ホックレー将尉が無事パラシュート降下し陸軍第147師団不評第426連隊に捕らえられ、その約1時間後に玉音放送があったもののそのまま解放されず、夜になり陸軍将校により残首された事件も発生した。なお、ソ連軍による日本侵攻作戦は、自ら8月9日に承認したポツダム宣言受諾による 戦闘行為停止の8月15日正午のみならず、9月2日の日本との降伏分超員をも完全に無視して継続された。南からふとと千島列島、満州などは沖縄戦同様民間人を巻き込んだ生産な地上戦となった。また満州では逃げ遅れた日本人開拓民が混乱の中で行き分かれ、後に中国残留孤児問題として残ることとなった。 結局ソ連軍は満州のみならず、日本領土の南からふと、北、千島、エトロフ、クナシリ、シコタン、ハボマイ、朝鮮半島北部の全域を完全に支配下に置いた9月5日になって、ようやく一方的で違法な戦闘攻撃を終了した。引上げ者給付金等支給法は8月15日を、終戦の基準とし、引上げ者等に対する特別交付金の支給に関する。 法律は8月15日を終戦日と呼んでいる。1963年5月14日の閣議決定により同年から8月15日に政府主催で全国戦没者追悼式が行われるようになり、1965年からは東京都千代田区の日本武道館で開催された。1982年4月13日、8月15日を戦没者を追悼し、 平和を記念する日とすることが閣議決定された。現在ではこの閣議決定に基づいて毎年8月15日に全国戦没者追悼式が行われており、お盆は月遅れのお盆と一致することからお盆イコール8月15日となっている。戦没者を追悼し、平和を記念する日について、鈴木善子改造内閣主査先の大戦において亡くなられた方々を追悼し、 平和を記念するため、戦没者を追悼し、平和を記念する日を設ける。期日毎年8月15日とする。行事政府は、戦没者を追悼し、平和を記念する日に、昭和38年、1963年以降、毎年実施している、全国戦没者追悼式を、別紙の通り引き続き実施する。全国高等学校野球選手権大会の会場でも、 正午の時報直前にプレーを中断し、選手、観客らが1分間の黙祷を捧げる。3試合の開催となった2010年は、正午時点で1試合目と2試合目の間のグラウンド整備が行われており、12時10分のプレイボール直前に黙祷が行われた。同じように、3試合開催となった2014年は、正午の時点で2010年と同様、 試合間グラウンド整備が行われていたため12時15分に行われた。2019年は台風10号の影響で3試合目4試合が順延されたため球場での目祷も行われなかった。地上戦が行われた沖縄県では6月23日に組織的な日本軍の抵抗が集結した。このため現在沖縄県では6月23日を 異例の日として休日としている。アメリカ軍による正式な沖縄戦の終結宣言は7月2日であるが、沖縄県政府は6月30日と記録している。しかし、その後も日本軍による抵抗は続いた。9月7日、南西諸島守備軍代表は、カデナの米軍第10軍司令部で降伏調印し、沖縄戦は公式に集結した。このため、 沖縄県の公式慰霊施設である平和の石では沖縄戦終結の日を9月7日としている。小学校社会科教科書や中学校社会科教科書の多くは終戦の日を8月15日と記しており、9月2日については言及していないものもある。またサンフランシスコ講和条約については締結日の1951年9月8日について、 言及しているが、発行日の1952年4月28日には、言及していないものもある。高等学校日本史教科書の多くは、終戦の日を9月2日としている。8月15日は、戦争が終結することを、ラジオ放送で国民に知らせた日と記されているものが、多い。例えば、山川出版社の小説日本史では、以下の記述となっている。 昭和天皇の、いわゆる、聖壇によりポツダム宣言受諾が決定され、8月14日、政府はこれを連合国側に通告した。8月15日正午、天皇のラジオ放送で、戦争終結が全国民に発表された。9月2日、東京湾内のアメリカ軍艦水売り号上で、日本政府及び軍代表が、降伏文書に署名して、4年にわたった。 太平洋戦争は終了した。小説日本史、笹山春夫、白石太一郎、佐藤真、坂上康俊、石井進、五味文彦、桜井英治、高野俊彦、吉田信幸、坂野淳二、鈴木厚史、加藤陽子、著山川出版社2002年4月4日、文部科学省検定済み345ページ上項、陛下昭人は、 沖縄慰霊の日、広島原爆の日、長崎原爆の日、終戦記念日を忘れてはならない日として挙げ、宮内庁ホームページには忘れてはならない4つの日として掲載されている。テレビでのドキュメンタリー番組等でしばしば使われる終戦を祝う世界の人々の映像の多くは8月11日に撮影されたものだという。この日日本は国体の5字を条件に ポツダム宣言の受託を打電したことが流され、正式な降伏と錯覚した人々が騒いだのが真相のようである。当時、北欧の中立国スウェーデンに避難していた日本人特派員の手記によると、8月10日に日本がポツダム宣言受託し、降伏する旨の報道があり、日本大使館からも同様の声明があったという。実際には停戦線命令はなかった。 ありがとうございます。